選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。この時間は京都サンガ FC 対アルビレックス新潟、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天気ですが、先ほどまでは雨が確認できました。現在は止んでいるようです。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですね、はい、やはりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいというところですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3の中盤の3ですよね、うん、インテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、これ機能しないとその釣りラインということは保てなくなりますから、はい、やっぱり中盤が大事になってますよね。さあファーストハーフ見ていきましょう。京都サンガ FC 対アルビレックス新潟、来ましたよ、シュート。いやスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。まあ、下手につなぎながら今なんかも少しアバウトになりましたけどね、スペースにこう出していくということもピラミとしては必要かもしれませんね。プレスからボールがこぼれる。松田ふわっと裏を狙う、スルーパス越えた。ここはキーパー処理しました。堀米サイドへ、裏を狙う、いいボールだ。ここで丁寧にコントロール。さあどうする、チャンスを演出できるか。もう一つ前に行きたい、チャンスだ。シュートを止めた。いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。ここで見せてくれました。サイド崩されましたよね、突破されて中央を守りきれてないですよね。コーナーキックのチャンスになります。さあどうだ、あら危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここで受けて中央、どうだ。京都はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあどうする、いいプレッシャー。今日は立ち上がり両チームとも小気味良いテンポで試合を進めている印象です。立ち上がりから両チームともフィニッシュまでの形はできてますよね。非常にこう面白い試合っていうのを期待できるような雰囲気ありますよね。これはどうだ、来たか、シュート。いやー、京都完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。キーパーから前線へ、ここは対応します。新潟は先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですが、いかがでしょうか。そうですね、サイドを起点に攻められますからね、はい、そこに意識をさせておいて空いた中央から攻めることもできますよね、うん、来た、シュート。いやー、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。福田大きく縦へ、裏へ届くか、もうこれいいでしょ、このパスが抜ける。さあどうだ、素晴らしいパス、シュート。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのは選手たちに浸透してますからね。さあ京都先制ゴールを決めました、1対0。
精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。はい、おっとどうだ、下がまだある、どうだ、もう一度拾いたい、ここで前を向けるか、ボールが迫る、秋山動きましたよ、さあどこに出してくる、ミドル、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打ってますからね。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。イメージはボールが上がる、クリアが浅い、仕掛けるか、チャンスを演出できるか、いいプレッシャークリア、このピンチをなんとか出します。新潟ボール、ここで受けてスルーパス、シュートもあります、これを読んでいました、キーパー前へ蹴り出します。藤原パスでつないで攻め込んでいきます。裏のスペースを狙う、どうだ、これはつながりません。京都としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。さあどうする、起点となるアクションが欲しい。武田縦へ送る、裏のスペースを狙う、これいいでしょ、抜けた、仕掛けるか、フリーだ、いっと待ってた、シュート、すぐ、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ大きく縦へ、このボールはつながりません。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。京都先制して前半を折り返しています。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。京都サンガ FC 対アルビレックス新潟、京都が1点先制して前半を折り返します。後半スタートです。京都 1-0 リードです。秋山ゆるく狙ったボール、これはどうだ、これはつながりませんでした。カウンターを仕掛けていきます。いいプレッシャー、ジェームズ、ここは通しません。さあカウンターのチャンスになります。京都がここでファウルを取られます。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。縦へ送る、激しいボールの奪い合い、藤原パスをつなぎます。さあつながるか、行きましたよ、さあどうだ、ここはキーパー処理しました。カウンターを仕掛けます。山崎、新潟としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると、決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね。俯瞰して物を見るという、これまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。ロングフィードで狙う、ここは通しません。新潟としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。京都奪い返します。右サイド上がっていきます。さあ来たか、
どうだ、シュート。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。新潟絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。新潟はメンバーチェンジです。大きく前線へ、このボールに触ります。宮本、さあここでカウンター。ここは通しません。ふわっと裏を狙う、いいボールでしょ。プレッシャー、ジェームス一旦戻します。キーパー前へ蹴り出します。アーチのようなパス、ここでいいですよ。これはどうだ、さあ抜けた、クッサンヤー。いやー決まりませんでした。新潟、これはチームにとって非常に大きなセーブになりましたよね。決まっていれば同点でしたからね。好セーブを見せました。コーナーキックのチャンスになります。上げてくる、どうだ、スタート。うわー、新潟同点のチャンスでしたが、これはゴールならず。いやこれは決めたかったでしょうね。新潟決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。京都は選手交代のようです。キーパーからのロングフィード、あら、ここで前を向けるか。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。さあ来たか、サイドのスペースへ走らせる、仕掛けるタイミングを図る。ここ来ましたよ。上げてくる、どうだ、ヘディング。新潟同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。ちょっと頭叩きましたね今。新潟が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ここ非常に疲れを感じる時間帯なんでね、はい、そこを気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。なるほど。ここでコーナーキック、時間はあまり残されていません。ボールが上がる、頭だ。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。堀米対応します。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね、京都としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、対面でのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。もったいなかったですね、本当最後まで諦めてませんよね。さあカウンタースピードを上げたいところ、森。新潟としてはもう残りこの時間で、これはどうだ、いいでしょ、セーフ。さあ右へ預けて、来ましたよ、さあ来た、シュート。わーボールが終わったところで終了のホイッスル、一歩及びませんでした。1対0、京都1点差を守りきり勝利しました。前半のゴールがそのまま決勝点。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。京都としては結果としてうまく逃げ切った形になりましたね。ただ折り返した時点でまだ1点差でしたから、逃げ切ろうという意図はなかったと思いますよ。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。京都が前半の1点を守りきって勝利しています。